ドイツクロイツ駅は、オーストリア共和国、ブルゲンラント州オーバープレンドルフ郡にある、オーストリア国鉄ブルゲンラント線の駅である、オーバープレンドルフ郡唯一の駅でもある、二面三線の地上駅。一番ホームが、駅舎に面した片側ホーム、二番ホームが、島式ホームとなっている。512号線の快速列車が、平日毎時一本、休日2時間に一本発車する。 全列車がウィーンに乗り入れ、多くがブラチスラバまで運行される。大部分は一番線発車であるが、一部二番線から発車する列車もある。524号線発車の列車は少ない。1日あたり、平日はウィーン行快速が朝に3本、ノイ乗り下と行普通が深夜に1本発車し、快速が一番線、普通が二番線から発車する。休日は、 ノイスタと今日普通一本のみの運行で一番線から発車する。駅はドイツ・クロイツの集落に位置する。ピアニスト、作曲家、フランツリストの出身地、ライディング村の最寄り駅でもあり、約8キロメートル離れている。途中遥か駅があるが、全列車が通過する。ありがとうございます。